イ3キナーゼは、イノシトールリン脂質のイノシトールカンサニの、ヒドロキシルモとのリン酸化を行う酵素である。イノシトールリン脂質は、深核生物の細胞膜を構成する成分の、一つであり、イ酸系をはじめとしたキナーゼの触媒作用を受けて、ホスファチジルイノシトールマイナス3、4、5から3リン酸トゥデンスプ酸となり、プロテインキナーゼ B、アクトを活性化する。 このシグナル伝達経路は、π3 キナーゼアクト経路と呼ばれ、様々な生理作用の発現に関与する。特にインスリンの分泌促進に深く関与することから、新たな糖尿病薬の開発が示唆されている。π3 キナーゼは構造によりクラス I クラス2を呼び、クラス3の3つのクラスに分類される。π3 キナーゼ。クラス Iπ3K は、ヘテロ2両体であり、 シグナル伝達において重要な役割を果たす。これらはアミノ酸配列の相当性からクラス IA とクラス IB にさらに分けられる。クラス IA は P110α、β 及び Δ からなり、調節サブユニットである P85α、P55α、P50α、P85β 及び P55γ と結合している。 これらの調節サブユニットのうち、P85α の発言が最も高い。P85α、P55α、P50α は同一遺伝子のスプライシングバリアントであり、P85β と P55γ はそれぞれ PIC3R に及び PIC3R3 遺伝子に由来する。クラス IA は PKB の活性化に関与している。一方、 クラス IBπ3K である P110γ は哺乳類においてのみ発現が見られ G タンパク質の βγ サブユニットや P101 によってその機能を調節されるクラス IB の π3 キナーゼは主に G タンパク質協約受容体からの刺激により活性化されトゥデンスプ2のリン酸化により産生されたトゥデンスプ3は 細胞内情報伝達機構において、セカンドメッセンジャーとして機能する。クラス2にはアルファーベタ β 及びガンマの4つが存在するが、いずれも調節サブユニットを有さず単量体で、高素活性を示す。クラス I と比較して、トゥディンズとトゥデンスプに対する機質得意性が高い。クラス2の機能や活性化機構についてはまだ議論の余地がある。また、 クラス 3π3k はトゥディンズからトゥデンスプを産生し、機能的にはクラス2に近いが、構造的にはクラス i により類似しており、ヘテロに両体を形成して機能する。クラス 3π3k は、タンパク質輸送などに関与している。細胞に何らかの刺激が入ると、ティール XX、メットモチーフを有する分子に対して、調節サブユニットである P85 が、 sh にドメインを介して結合する。調節サブユニットは2つのプロリンに富んだ領域を許しており、p110 との結合に関与している。活性化した π3k は細胞膜においてトゥデンスプ酸を産生する反応に関与するが、pkb を活性化する経路にはトゥデンスプ酸が pkb を活性化する直接的な経路と間接的経路が存在する。 間接的経路においては、トゥデンスプ酸が PDK1 と呼ばれる、プロテインキナーゼをリクルートし、PKB のリン酸化を行う。さらに、PDK2 による PKB のカルボキシル元側末端側ドメインのリン酸化も行われ、PKB は細胞膜から有利する。π3K の機能は、イノシトールリン脂質をリン酸化することにより、酸位が、 リン酸化されたホスファチジ類のールを生成する反応を触媒することである。この反応による生成物としてトゥデンスプ、トゥデンスプにトゥディンズにトゥデンスプ酸が挙げられる。π3K の活性化はその下流にある分子を介して細胞分化、増殖や代謝、細胞輸送、細胞骨格の再構築など多様な生物活性を引き起こすことが知られている。 インスリン受容体により活性化された π3K は特に細胞へのグルコースの取り込みや、タンパク質及びグリコーゲンの合成に関与している。トゥデンスプ3をはじめとした π3K 産物は、PKB やプロテインキナーゼデルタ1などのプレクストリン、ソードメイン、PX ドメイン、5ドメインなどの配列を持つ、タンパク質に対して結合し下流にシグナルを伝える。 ことが知られる。P110α よび β は、すべての細胞において発現しており、遺伝子工学的な手法によりこれらの遺伝子を、欠失させた、マウスマウスは、体制知識となることが報告されている。P110γ は、高中級やマクロファージの郵送や、肥満細胞の脱下流反応に関与している。癌細胞においては、クラス IA の p 1 0 α に変異が、 生じていることがあり、酵素活性の上昇が見られる。点はトゥデンスプ酸を脱リン酸化する酵素であり、π3K の機能に対して喫光的に働くことにより、抗がん化作用を示す。また、P110 デルタは、主に白血球などの免疫系細胞において発現が見られる。ワートマニン。パイ酸系阻害薬として、 ワートマニンアリー二十九万四千二などの薬物が存在するが高濃度で生体に投与した際に種子の特性を発現することが知られている。近年では新規パイ三系阻害薬である n s 六十万五千二百四十や z s t k 四百七十四パイ三系デルタ特異的阻害薬である i c 四十八万六千六十八や i c 八万七千百十四は 属性が少ないことから治療薬としての応用が検討されている。ありがとうございます。